その辺の結果出してるっていうところは一つ大きいと思いますね、ここも。さあ奪って岡田から太田、右流れていった、ここするチャンスになった、高井が来た、高井が入れる、リフレクションがありましたが1点返しました松田です。56分、人数かけて、そしてあそこ最後入ってきたのはこのセントラルミッドフィールダーの高井です。さすがの攻撃意識。